Welcome to the Startup Grind. 今回のゲストになりますが、株式会社ビットスターの渡辺社長となります。今回この渡辺社長ですね、お忙しい中お時間をいただきましてご来場いただいておりますので、ぜひ皆様貴重なお話等を聞いていただけたらなと思っております。では早速、お二人の、登壇をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、じゃあ渡辺社長、大きな拍手でお迎えください。はい、今日はビットスターの渡辺社長ということなんですけれども、まず最初に渡辺社長、ビットスター知ってる方もね、いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、知ってる方、知ってる方っていますか？ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2割ぐらいですね。そうですね、はい、じゃあまず何を現在やられているのか、もう大活躍中なんですけれども、そのどんなことをやってらっしゃるのかをまず最初に教えていただけますか？はい、ビットスターの渡辺と申します。よろしくお願いいたします。私たちの会社はですね、5年ほど前に、スタートしまして、今、従業員でいくと120名ほどの、会社でやらさせていただいております。で、私たちがやってるのはそのインフルエンサー、特にこう YouTuber とかですね、そういった方たち、ネットタレントの方たちを支援する会社でございます。で、もともと広告の、広告主さんとこう YouTuber さんをマッチングするプラットフォームというところからスタートして、で今3000名ぐらい、ご登録いただいておりまして、でそこから、多くなった会社でして、で広告から始まって今プロダクションであったりとか、約2年前からですね、YouTube で番組を作って、いるような、3つの主に事業を展開しているというところでございます。で今累計資金調達でいくと20億円ほどをやらせていただいておりまして、今シリーズ C を月シリーズ D の資金調達をしようかなというところでございます。というところなんですけれども、今言われた以外の新しい新規事業というかね、新しいものがどんどん出来上がっているということなんですが、メインはみんなビットスターはインフルエンサーと広告主をつなげるプラットフォームということでいいですか？そうですね、そこの売り上げが、6、7割ぐらい。そうですね、今他のプロダクションであったりとか、あとその番組を作る事業というのが、どんどん広がってきているような状況で、事業ポートフォリオもどんどん広がっている。本当になんかタケノコのように含まれてる感じですよね。そうですね、で、はい、じゃあそのプラットフォームっていうのは普通に登録し人材派遣みたいな感じですかね。人と会社をこうつなぐ仕組みとしては。そうですね、自動で、登録いただいた方がその企業さんの案件に応募して、でそれでこうマッチングして、動画配信までっていうやってますし、その、エージェント的にも入って、半分を仕組み化しながら、やってるというような。そこのお手伝いも実際にされてるんですよね。はい、ちなみにちょっとお聞きしたいんですけど、この今日来られてる方ってどういう方が多いのかなと思ってまして、起業家の方って起業しようとしてる人ですか？どんな感じだ？しようという方ですね。まだ知ってないけどしようという方。3割ありがとうございます。投資家だっていうと、事業会社の方、事業会社の方ですよ。他の方ってどういうこと？あと、でもインフルエンサーの方もいますよね。インフルエンサーの方いらっしゃいますよね。あ、そうなんですね。幅広いですね、はい、そしてほんとリピーターの方もいらっしゃいますし、渡辺社長だからっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方全然国士接種ごめんなさい知ってきてます。いえいえいえ、はい、そしてじゃあそういう形でビットスターはそういうビジネスモデルなんですけど、ビジネスモデル的には、はい、会社から紹介された会社がビットスターにお支払いしている感じですか？両者から、広告でいうと企業様からいただいている手数料というのがビジネスモデルでして、
であとはプロダクションの方でいくと、そのマネジメントとするという形でその Google AdSense ですね、はい再生するから、収入というのはもうクリエイターさんがいただく、まあ、その、マネジメントとするをいただいたりというのもありますし、まあ、プロダクションが本当に多岐にわたってまして、まあ、イベントとか、まあ、その他の収益とかっていうのもあったりします。番組に関しては、企業さんから協業っていう形で基本的には IP をこう一緒に、制作費もまあいただいたりとか、でまあ、そこからこう IP も一緒にやってるので、そこから得られるレベルのシェアもどうやったりしています、はい、その中でインフルエンサーはもう出来上がったインフルエンサーが登録するのが多いのか、それとも育てていくようなそういう仕組みもあるんですか。僕らのまあ、プラットフォームでいくと5000人以上の、ファンを持っていくことが登録できるプラットフォームでして、もう決まってる条件があるんですね。そうですね、ただまあその敷居は今すごいこう下げてまして、うちでいうとそのライバーっていうですね、17とかこうショールームさんでこう配信するような配信者の方たちも今500名以上いたりするので、どういう人ですか。先ほどお話ししたその17っていう、ライブ配信サービスとかショールームっていう、そのライブ配信 の、 サービスがありまして、でそこでこう配信する配信者をこうマネジメントするみたいな、まあ、そういう、 こうビジネスをやっていたりするので、まあ、そういう人たちだともう1000人にこう満たなかったりするので、まあ、もっとこうまあ、そこに満たない人たちとかサポートの幅っていうのはかなり広げている。で今その成長著しい人たちを、よりこうプロダクションの方で、まあ、アカデミーっていう組織を立ち上げていたりだとか、もっと伸びてくると、そうですね、伸びてくると、まあ、成長クリエイターという形で、まあ、所属いただいて、さまざまなサポートをさせていただいたりとか、そういう形の、ビジネスをしてます、はい、そういう方が今3000人登録。あ、そうですね、3000人ですね、プロダクションじゃなくてその登録いただいている、はい、ですよね、はい、で、その人たちはほとんどが YouTube の YouTuber という形で、反対に その YouTube 以外のメディアでのインフルエンサーというのはあまり扱わないという、先ほどお話しした通り、その、ライブ配信 の、プラットフォームで配信されている中にはそのインスタグラムとか、まあ、そういった方たちも、メディアはじゃあ問わない、メディアとかまあプラットフォームは問わないというような、はい、ですね、はい、はい、そうですね。そしてじゃあ奥、大体そのメインは3つの事業ということで、はい、そうですね、3つの領域でさまざまな、今6、7事業ぐらい展開しているんですね、はい、そしてインフルエンサーが活躍できるインフラを作るということで、はい、事業を立ち上げられたということなんですけども、はい、最初からもう起業は小さい時から決めてた感じですか。そんなこともなくてですね、昔はやっぱサッカー選手とかですね、大学時代もその体育会に近いところでこうやってましたので、それこそこう、なんすか、大学でも一番強いところ、サークルだったんですけど、準大会みたいな形で所属してまして、まあ、でその時は結構、まあ、サッカーのことばっかしか考えてなかったっていう感じですかね。でもじゃあ、はい、大学時代でも起業されてますよね、このビッグスターの前に。そうですね、はい。それは、じゃあその頃から起業するっていうふうに思うんですか。そうですね、大学でサッカー その日本一目指してたんですけれども、3年でこう引退しまして。なんか理由があって、理由というか、まあ3年でこうみんな引退するんですけど、そういう、はいはい、なので、まあ、引退したというその目指すものがなくなって、で、なんていうんですか、日本がこう一番伝統のあるそのサッカーのところだったんで、結構 OB とかも60歳、70歳ぐらいの人とかが慶応ですよね。そうですね、はい、
まあ、その大手の本当にこう、まあ、社長副社長とか人たちも上に来たりするようなところなんで、はい、あのみんな卒業したらそういうこう大手に行くっていうのはこうなんていうんですかね、まあこうなんていうのそういう流れがあったんですけども伝統としてそうですね、はい、はい、ただなんかあんまり面白くないなと思うんですね、ちょっと天の弱だったんで、はい、で、まあ、そういうちょっとなんか本当にそれって正しいのみたいなっていうのをちょっと思い始めてしまったりして、僕はちょっと正規のルートからずれて、であので学生の時にその3年の終わった後ぐらいですかね、まあ、今の取締役でもあるんですけど、その当時メンバーと学内でちょっとこう集めて、まあ、事業とビジネスやりたいということで、ウェブデザイナーとそのエンジニア集めて、まあ、その時こうやるなんか制作をいや、そういうわけではないんですけど、はい、当時ウェブサービスのプロダクトとか、あ、そうなんですね、はい、その時は、まあ、オンラインのなんかそういうウェブサイトを作ったり、まあ、そうですね、ウェブサービスの、ね、はい、プロダクトというところをやられて、でそれで、はい、その会社はどうなったんですか。まあ、それはもう撤退してですね。撤退したんです、はい、で、まあ、始めた動機もなんかちょっとこう仲間内だったらこう面白いんじゃないかとか、うん、あとは、まあ、ちょっとこうアルバイトやるよりは勉強になるし、ちょっとこうなんていうんですか、小銭稼ぎじゃないですけども、はい、できたらいいかなぐらいの大使だったので、大使というかその、まあ、大使というか、まあ、私もあんまりなかったので、うん、まあ、だから辞めてしまったんじゃないかなっていうのはあるかなと思います。そして、それから2014年ビットスター創業ですよね、はい、でそこまで何年ぐらいですか。ですね、それが5年ぐらい、その間、はい、でまあ、大学はそのインバで行っていたので。あ、そうなんですね。その間にそのシリコンバレーのこうまさにクラブアンドプレイだし、シリコンバレーからね。あ、そうなんですね、はい、なので10年ぐらい前ですよね。はぁ、はい、で、まあ、そのシリコンバレーに行った時に、あ、そのあの大学時代その授業やってたそのメンターの人が、はい、あのお前シリコンバレー行けって言って、で言われて、でなんか特にその目的はないので、なんか理系だったのでなんかこうなんかフラッと行くの嫌だなと思って、でそれでこうなんていうんですかね、特にこう目的もないんだけどっていう、でも行かれるの、お前とりあえず行ってこいって、で行って、もう1日目で何もやることなくなっちゃったんですよ。本当何も目的を持って。あ、そうそうそう。で行って、いや、もうやることないんですけどって言ったら、お前本当に行ったのかと。じゃあ、じゃあなんかあの繋ぐよって言ってくださって、まあ、その知り合いのアントレプレーナーの方を紹介してもらって、その人の家に住ましてもらって、そこから、そしてなんかいろんな企業家とか、あのそれこそクラウドアンドプレイにあの紹介いただいたり、まあ、投資家の方とか、スタンフォード研究生の BS とか。それはどのぐらいの、大学卒業されてからですか。あ、じゃないです、その授業やった後というか、それ撤退した後ですね。撤退した後にですね。で、それで、まあ、いろんな方とお会いしてるうちに、やっぱりその、向こうでも一人二人でも、すごいこう大志を持ってるとか、ビジョンを持ってる方がすごく多くて、僕が起業した当初っていうのは、ちょっとこうスモールビジネスみたいな人がすごい多くてですね、で、ミクシーのコミュニティとかで、当時ミクシーがやってた時なんですけど、まだあのなんかこう、ちょっと起業に興味がありますみたいな感じでこう会ったりしても、ちょっとなんか、あのなんていうんですかね、動画で配信するっていうのか分かんないですけど、ちょっとやってみて。ですね、ちょっとあの借金を抱えられてて、あ、そうです、道端でこう修羅場があるみたいな、これついてて大丈夫かなみたいなとか、ちょっとこう指がなかったりとか、あ、そうなんですね。とかですね、ちょっとあのまあなんかあんまあのよろしくないことばっかりしてですね、でまあスモールビジネスとか、まあ、あとスモールビジネスを、まあ、スモールビジネスがその悪いってわけじゃないんですけど、うん、まあ、あんまりこう、なんていうんですかね、この世の中をこう変えていこうとか、はい、もっとこう、付け入れするような
今のスタートアップみたいなこう発想っていうような感じじゃなかったんですけど、まあ、シリコンバレー行くとなんかそれはこうもっとスケールさせていこう、まあ、世の中を変えていこう、今世の中にこういう課題があるから自分たちでこういうソリューションでこういう変えていくことでこういう中にしていきたいっていう結構対処する人ですよ、めちゃくちゃ多かったん でそれで、まあ、自分自身も、まあそうまあ、今のスタンスじゃダメだなと、せっかくやるんだったら、まあ、生きてる間生まれてからやっぱりこう死ぬまでにやっぱ何か残すようなこと、はい、まあ、自分産業とかやっぱ文化に寄与するようなことを、まあ、やるべきだなと、まあ、それでまあ今の会社のミッション、まあ、ビジョンにつながっていくっていうところだと思います。その、はい、どのぐらいシリコンバレーにいらっしゃったんですか？それは2、3週間ぐらいでしたけど、それでもだいぶ、そうですね、影響があったと思います、ね、そうですね、いい出会いはすごい毎日のように思いましたけど、コミュニケーション取ってますね、学生で当時何もない中ですね、うん、そういう子はあのよく関わってくださった。それが何年ぐらいですか？それが、2010年とか9年ぐらいですかね。じゃあ創業するだいぶ5年前ぐらい、ね、そうですね、はい、はい、でそれからじゃあサラリーマンにもなられるんですよね？あ、そうですね、はい。どういうお仕事をされてたんですか？僕がやってたのはですね、その電気自動車のカーシェアリング事業ってですね、今と全く違うビジネスを、はい、やってまして、でそれもそのシリコンバレー行った時に、まあ、イーロン・マスクとかですね、影響を受けてあの、まあ、ちょっと電気自動車の新しい産業になりそうだなと思って、でちょっと日本に入ってで、これやろうと、はい、でかつその、まあ、海外 のスタートアップでその当時クリーンテックとかやってて、まあ、電気自動車だったらその中国だったら BYD とか、はい、あのいろんな企業立ち上がってる中で日本は遅れるんじゃないかな、うん、すごいなんかもう使命感を持ってですね、あのやり始めてるみたいな、はい、で、まあ、当時その自分ではメーカー作るには実績もお金もなかったりしてたんで、あのベンチャーの社長さんにその電気自動車のビジネスやろうと思うんだけどって話をしたら、まあ面白いなっていうことで、じゃあ新規事業ちょっと一緒にやろうよみたいな形で、新卒だったのにその学生時代からちょっとなんかこう、まあ、なんかそういう機会に恵まれて、そうなんですね、やっぱなんかそういう大人たちが引き寄せ、大人たちを引き寄せてたっていう感じなんですかね。てか、すごい生意気だったんですね。生意気、まあ、じゃあ生意気が一つ あの原因だったのかもしれないですけど、まあ、起業するか、そのどっかで新規事業やるかっていうので悩んでてという感じで、はい、その時は電気自動車の状況で、じゃあ新規事業としてサラ、まあ、一応形はサラリーマンとして、はい、そこで活動されたんですね。そうですね、はい、そこではどんな、まあ一般の社員とはまた違う感じだったとは思うんですけれども、はい、どういうふうに動かれたんですか？あ、もう本当に立ち上げから、まあ、もちろん社長に手伝っていただいた部分もあのだいぶあるんですけど、まあ、本当に立ち上げから実はほぼほぼあの管理できたので、まあ、そういう資金調達とか、まあ、そういうのはまあ当然ないんですけど、まあ、本当にレンタカー業の申請、その国の運営とのやり取りから、まあ、それこそ、まあ、自動車メーカーの自動車さんとかメーカーさんとかディーラーさんとか自動車の関係は、まあ、全てやってましたし、まあ、そこのアライアンスとか、あとは、システムで言うとオンラインでこう予約して、で無人で鍵を管理するこうボックスを、まあ、マンションに用意したりして、でそこでこう予約したときに時間に行くときに行ってこう暗証番号を打つと鍵が取れるっていう感じなんで、まあ、そのオンラインから、そのハードから、まあそのまあ、システムソフトハード決済、だからあの、まあ、そういう仕事も使ったり、まあ、そのキャリアさんとかで、あとは、工事関係ですね、全部ですね、本当にそうですね、電気とか土木系とか、工事会社さんと工事関係行ったりとかまあ、でも本当保険会社、リース会社、あとはコールセンターの自分が始まって一生懸命携帯でみたいな感じ で、あとはまあ採用から、あとはそのサイトとか関係からあとはまあそのテラフォーして、レンドしてでマンションデベロッパーさん、それこそ東急さんとも伺ったことありますし、でそうですね、あとマンションの管理会社さんとか
で管理会社さんから紹介してもらって管理業務さん、で理事会があってそこに準備説明会とかっていうのがある。それはじゃあ、はい、そういう時って、はい、じゃあ立ち上げからどのぐらいの時期までいらっしゃいますか？3年ぐらいですね。でも相当の濃密な時間を。そんな感じですね。はい。でどこまで大きくしたというか、どこまで、まあ、展開させたんですか？自動車でいうと、結論正直そんなにスケールはしてないんですけども、十数台ぐらいですね、自動車でいうと導入させていただいて、寿司マリーナとか、あと横浜の元町商店街とか、まあ、それこそ市長さんとかですね、こう、私来てるから、あと黒岩、あの現地市ですね、これが開いてるので、そこは、まあ、あの候補もやってたんで、メーカーさんの技術機関とか、そのテレビの出演とかもやっていただいたりとかして、で、まあ、あとはそのマンションですね、主にマンションで、神奈川がやっぱりすごい多かったんですよ、まあ、そういう既存のマンションから新築のマンションまで、まあ、それを導入させていただいたという感じで。はい、3年後、何をきっかけに、もう3年後、そこを退社したらすぐビットスターを立ち上げたんですか？ですね、退社してからすぐっていうわけではなくて、初めやることあんまり決めずにですね、やめまして、まあ、会社員はもともと社長に3年ぐらいで引退したいって話をしていて、で、まあ、正直そこまでつけるしてなかったっていう、その既存のマンションにもともと1000台ぐらい入れるっていう、数年で1000台ぐらい入れるっていう計画だったんですけど、まあ、やっぱりマンションの、管理組合さんとかその結構大きで決めていくっていう中でいうと、その総会っていうのがありまして、だから結構ですね、ハードルが高いんですよね、っていうのがあって、まあ、新築のマンションを導入していくっていう形になったんですけど、既存のやっぱり強みが生きなくなってしまって、でそこをまあテラブルとかいろいろ導入してたんですけど、やっぱりこう、まあ、マンション、東急動産の方はよく分かると思うんですけど、やっぱり竣工まで2、3年くらいかかって、でそこから、新しいサービスの検証に3年くらいその稼働率を見て、かかるんですね。で、その実際本当に疲れるかとかね、ですね、で、それがあった上で、まあ、部署展開というかしましょう。そうするとまた2年出向にかかって、かかってると本当に10年とか10年、本当に街づくりの世界なので、で結論今、大手に事業売却だったという形ではあるんですけど、まあそこまでやっぱりこう時間軸では僕のちょっと人生というか、なんかあったので、で、まあ当初から社長がさんだったので、独立という形で、まあ辞めた後にちょっと考えてくれと思って、でそれでそこから新規事業もやってて、かなりオペレーション力というか、まあ、時にはコードも書いたりしてましたし、はい、やってたりしてたんで、割と、まあ、なんか決まればもう大丈夫かなと思ってたんですけど、ほとんどがですね、思いつかないと思いつかないというかですね、まあ、なんかいろいろ本読んだり、はい、ネットサーフィンして、まあ、なんか決まるかなと思ったんですけど、大体こう表面上にこう上がってる情報って、なんていうの、こう自分じゃなくてもいい情報しかこう上がってこなくて、これ俺じゃなくてもよくねっていうふうに言っちゃって、はい、で、なんていうの、ちょっとこうニート企画を行いました。あ、そうなんですね、はい、どのぐらいですか？ですね、ニート期間って言っていいかなと思うんですけど、まあ、その間はちょっとウェブサービスとかいろいろ開発とかしてましたけど、ビットスターでこれでやろうっていうまでは1年ちょっとぐらいかかってます、はい、ああそうなんですね、はい、でその間に、はい、なぜだからインフルエンサー対象のこういう事業っていう展開になったんですか？あ、そうですね、で、まあ、まあ、これ孫さんともそうですけど、その始めるまでは調査をしていくということだと思います。そうですね。なので、そこまでは、まあ、調査ということで、まあ、それまでこうウェブ動画のメディアとかですね、もともと動画にすごい興味があって、自分で動画を作ったりとか、あとは、ですね、
ど研究、その大学時代に研究やってたんですけど、その動画の研究やってたりとか。何学部だったんですか？僕はですね、理工ですね。理工学部、はい、画像工学とか。ああ、そういうのがあります。で、あと、まあ、イベントでウェブ制作とかちょっとやったりとか。あ、でもじゃあそういう下地はあるわけですよね、はい、専門家ではあると思うんですよね。イベントも結構な方を出身して、ね、まあ、それも、なんつうの、コピーのウェブとか結構、コピーの全部、全部制作とかの方でやったりして、ね、動画見るの好きだったんで、そのなんつうんですかね、授業をやる、自分がやるみたいなのが、もう本当に好きなことをやるしか、もう、なんか自分がやるべき理由みたいなのを言い出せなくて、はい、で、まあ、そのなんか自動車の授業をやるわけにいかない人、今日今なっちゃうんで、はい、これ自分がやる、なんか本当学生時みたいな感じなんですけど、本当に好きなことやるしかないので、それが、それで動画のこうビジネスを始めてメディアを作ったんですけど、まあ、それもニッチもサッチもいかなくなって、で何かこうピボットが必要だなって言った時で、その動画のメディアにこう YouTube をやってる YouTuber の友達がもともとコンテンツをそのメディアに提供してくれていて、でそこで初めクライアントさんとのこうタイアップをする機会がありました。で、あ、こういう人たちがこう世の中にいるんだなって、そこで初めて、初めてというか、まあ、認識はしていたんですけれども、肌感覚として、あ、こういう人たちいるんだなと思って、そのタイアップでこう、その人たちの、まあ、生活というか、あの活動を、まあ、いろいろこう見聞きしているうちに、これ、こういう人たちがこう新しい産業とか、やっぱ文化みたいなのを作っていきそうだなっていうのをすごい感じて、例えば、そのゲーム実況だったら、高橋名人ってファミコン世代の人とか分かるかもしれないんですけど、まあテレビだと高橋名人しか活躍できないところだったのが、まあ、その YouTube やってる実況者の人たちだったら、もうちょっとアマチュアみたいな人たちがマイクをたくさんいて、それでこう生計が立っていて、新しい働き方とか生き方みたいな、そういうのが生まれていて、でもその当時ってまだ全然マネタイズできてなくて、本当にこう数十万人、こう50万人以上ファンがいる人たちっていうのは、ヒカキンさんとかぐらいでほぼいないみたいな状況だったんで、数十万人前半いるだけだったら、まあ副業してこうやるみたいな感じだったんですけど、そこで僕らがこう広告にしてた人たちとのタイアップみたいなのを始めて、でそうすると皆さんに結構喜ばれて、本当にクリエイターの人たちもこの時代に生まれてよかったと思っていただいたんで、まあ、これはこう社会的な意義もあるし、こう産業とかの文化を紹介したりするので、こうやり始めた。まあ、これだなと思って。で、その起業当時って、そのこれだなって思われたのは渡辺社長だけで、でその後どういうふうにチームが編成されていく感じなんですか？これがまためちゃくちゃ大変でして、これはそのリアルビジネスでこう出身で、あの立ち上げていってるところもあってですね、あんまりこう企業に興味がある人はですね、そもそも周りに、あ、そうなんですね、そんなにいないみたいな、へっていう状況ですし、まあ、今までと関わりないことをやってるので、なんていうかですね、そもそも仲間をこう作っていくのが超大変でした。それはまあ投資家しかり、その働く仲間もしかり、クライアントさんもこう結局ゼロからなんで、そこも開拓し、マイクレンザーの人たちもゼロから欲しいわ、ね、って言って、集まっていただいてるので、それはめちゃくちゃ大変でした。大変とか、まあ、そうですね、こう時間がめちゃくちゃかかりました。まあ、最近でも120名のあメンバーというか、従業員、株主で10社以上、まあ、いますけれども、ただそこまでに至るのに、2年前で30名くらいだったんですよ、従業員。そうなんですか。いうと、その3年ぐらいとか、その初めの3年ぐらいとか、本当にこう、全然こう、集まらないというか、創業から3年ぐらい。あ、そうですね、はい。でもその、もちろんその間の売り上げも大変でしょうし、そう、どういう生活をなさってたんですか？生活は、ですね、まだ、ね、資金調達も、まあ、始まってない時期かもしれない。そうですね、極力出費を抑えるために、高円寺 の4畳半に、あのシェアハウスに5人住めるところに5人で、まあ、5人で住んでて、その4畳半を
そうだったですね。はい。ベンゾーさんって言われてたんですけど。へぇー。ツイッターもベンゾーさんでやってるのが。そうなんですね。ベンゾーさんでやってましたので、ベンゾーさんでやってて、夏は外よりも暑く、冬は外よりも寒いっていうですね。まあ、冬はとも何もない状況だったんですけど、あそこでこう3万円くらいのレースをして、何年くらい、まあ、それでも1年以上、創業1年間くらい、1年以上ですけど、いやでも創業前から、そうこうして独立する前にはそういうところに住んでたので、2年以上住んでたんじゃないですかね。で、まあ、極力出費を抑えて、はい、で初めに入った社員が新卒だったんですよ。そうなんですね。その新卒の子よりも給料低くて、ああよくあるあるですね。で本当に出費はめちゃくちゃ本当に極力抑えて、はい、で生活はなんですね、初めは授業が決まってない時は自分で手作りで100円とか200円ぐらいにして過ごして、あでケンタッキーで100円コーヒーで座るか座らないかで、そうなんですね。でもじゃあその時期は、はい、初めての社員がそういう新卒の方 で、ね、チームっていうかその中核のコアメンバーたちっていうのはどういうふうに集められたんですか。はい、ですね、それもまた大変で、当時は、まあ、人を迎えっていう時期で、そうですね、人関係でいうとそもそも全く違う、こうなんですかね、僕のバックグラウンド的には違うことやってますし、まあ、わけわからんってやってるのが、はい、まあ、理解されないと、特に若い子だったらまだまあ、見てるとかってもあったかも、あでもそれもまだ少ないですね、当時の人は。なので、まあ、本当にアルバイトとか、そのインターン生とか、フリーターの人とかっていうのをかき集めて、で話して、で面白いっすねみたいな。でなんか、あ、寄りますみたいな。あ、マジか。で逆に僕が止めるぐらい。あ、そうなんですね。でも、新卒入りますみたいな。いやいや、ちょっとやめといてもらってもいいみたいな。いや、お前ちょっとちゃんと考えた方がいいと思って。まだ僕でしか話してないお前、そのリクルートとか内定してるからみたいな。ちゃんと考えた方がいいと思って。でなんかそのすぐ言うやつちょっと怪しいなと思って、まあね、でちょっと働いてからちょっと考えたりするんですけど、なんかネット回りしようかなってやり始めて、大体そういうやつは結構ちょっとやっぱ危ないんで、まあ、結局そいつは入れなかったんですけど、そいつは連れてきたやつがまともで、なんか粛々とやってたら、その入社式の2週間前ぐらい電話かかってきて、まあ、今内定先にセクテリさんっていう人が、まあ、内定してるじゃん、なんか人事でなんか辞めようと思いますって、なんか今なんかその場で意思決定して言われてて、1時間以内に決められてみたいな、渡辺さんとか働かせてもらえますかって言って、いや素敵、おおみたいなお前いいのみたいな、って感じで一人入ってきた。で、その方は3年ぐらいで今独立してますね。あ、そうなんですね。起業家も 4,5 人ぐらい配属してまして、そこにもまあ僕出資したりとか。あ、そうなんだ。今でもやってますね。で、まあその一人入ってから、まあ、そこからまたエンジニアが入るまで半年ぐらいかかったり、はい、でその間に、ずっと関わってくれてたその学生時代一緒に違うんですか、はい、まあ、メンバーがそのコンサルトランだとか、あとはその、フリーの新卒在住100名ぐらいで3000名ぐらいの規模になって、そこからそのラクスの仕事になって、まあ、その後クラブに上位してみたいな新店なんですけども、まあ、それもちょっとちょうど、また学生時代に一緒に仕事で、そこからまた学生のなんかバンドの再結成じゃないですか、それもおいおい上位してきた。そうなんですね。でも時間違いもすごい最初、まあ、遅かったです。そうなんですね。そういう方々が上位するのがだいぶ近く、そうですね、2年とか2年ぐらいかな、うん、その独立してからですね、会社立ち上げてからは1年ちょっとですね。じゃあその期間は本当に
まあ、寂しく一人で頑張ってるような感じですね。そうですね、まあ、振り込みとしてのは僕で、あとはその業務委託で手伝ってもらったりとか、アルバイト、そうですね、そういう立場の人たちも、そういう人たちをかき集めて、仕事ってこうやってやるんだよっていうのを教えながら、途中でこういなくなっちゃったり、消えちゃったりとか、連絡取れないみたいな。そういうのを経験しながらやって、2年ぐらいやって、そしてやっとその同じ経営者チームというか、ね、経営陣というか、幹部の方々がジョインされて、そうですね、はい、ね、うん、まあ、その後もやっぱなかなかこう人は入ってこなくて、はい、少しずつ、少しずつ。じゃあその頃から資金調達の活動というか、はい、それをされだしたと思うんですけども、はい、それも初体験だったんですよね。そうですね、はい、はい、どんな風に変化していったの、ね、今では20年ぐらいで、お金の考え方としては、そもそも、まあ、そのなんですか、VC さんに、資金調達、すべきかすべきないかではないかって、うん、その意見論であんまり考えてなくて、まさにそれはもう、人物の金全部言えることなんですけど、逃げるのって考えてなくて、こうすべきっていうわけじゃなくて、全てに対してその変数だったりとか、まあ、その状況によって変わるかなと思ってまして、で、その当時の僕の場合だと独立した直後にやるべきことが決まってなかったので、この状況で付け焼き場のそのプロダクトで資金調達するってちょっと微妙かなと思って、辞めました。ああ、そうなんだ。辞めたっていうのですね。まあ、投資家にも一人一人も相手にされないだろうなと思ったんですけど、まあ、ロンコーエンっていうその Google とかにも投資したりとかしてる、こう有名なエンジェル投資家いるんですよ、シリコンバレー。で、その人が言ってたことが刺さってて、で、その人の最後のこうアドバイスっていうんですね、いろいろこうなんかインタビューがあった中で、最後のこうアドバイス、企業家にありますかって時に、まあ、その自己資金でやるとか、へえ、そうだ、言っていて、結構矛盾してるじゃないですか。そうですね、ポジション取ったら、はい、普通に俺のところに投資来いみたいな感じじゃないですか、うんうん、まあ、それ結構個人的には刺さっていて、うん、でまずその身の回りでその、まあ、説得すると、でそこが多分一番の自分の信用が一番高いと思うので、でそこから信用の薄いところに徐々にというか、うん、もうちょっと身の回りの、まあ、親族以外の人とかがいて、まあ、その先にその VC さんとか、あと、まあ、リスクの給与とか、給与さんとかいろいろあると思うんですけど、まあ、それをまあ聞いてて、まあ、なるほどなと思って、で僕もその前では親にすごい大反対されてて、で、なんですけど、ちょっとまあそこは確かにちょっと身の回りから説得しよう。いや、親はね、でハードル良くないですよね。そうですね、超無視切られたんですけど、で、それで親族からあれですね、行ったら、振り込んでいただいた。あら、すごい。で、親父よく死刑ですね。あ、そうなんですね。で、茨城から行って、田中行って取りして、ふざけたと、っていうなって、それ何歳ぐらいですか？それは28とか9歳ですね。で、トマラックスだったので、なんかその兄弟見たんですけど、お前なんか恥さらしいみたいな感じのこといろいろ言われながら、どうせお前なんかダメなんだよ、死ねばいいみたいなことをいろいろ言われて、で、すいません、あとで借用書とかちゃんと契約書交わして、で、これね、これでお願いしますみたいな、交わして、まあ、返して、それでまあ今仕事生活ですよ。あ、そうなんですね。ちょうど今月ぐらいで返済を終わりました。あ、おめでとうございます。っていうのが減ったから、やること決まったタイミングで、その、あれですね、2015年の僕、元旦に、紙を放流して、年末年始でちょっとピボットいろいろ考えてたときに、まあ、そのシェアオフィスで、ちょうどまあプラグアウトプレイさんみたいな、僕が借りてたのはイーストベンチャーズの渋谷のシェアオフィスがありまして、でそこでこう松山大河さん、まあ、イーストベンチャーズのパートナーの方に、出資はいただいてなかったんですけど、まあ、普通にその僕からもお願いすることなく、別になんかオフィスを借りてるっていう立場で、まあ、審査を受けまして、で、
借りさせていただいて、でまあその本もあったんで、まあ、やるっていう決まったタイミングでタイガースに行って、それでまあ出資いただいたっていうのが、それが最初ですね。でまあそこからまあ VC さんから出資いただいたって言って、まあ、そこからヒットさんからそれでバレッジかけて、そこからまずさらに進もうって言って、で累計2000円の次が決まった資金を持って、それでまあちょっと勝負する、それで、そうなんですね、はい、それが創業2年目ぐらい、独立して2年、そうですね、1年半くらいですけど、会社作ってはありましたね、とか約半年ぐらいですね。あ、そうですね、はい、でそのお金は人に使われて、人を集めてというか、はい、新卒を集めて、はい、でそれから3で、それからそんなに 4,5 年でもう20億ぐらいになっちゃうわけですけど、はい、どういうふうにその考え方だとか動き方だとか変わっていったんですか。じゃあこの前多分、どういうことを聞きたいってあります。資金、多分オーディエンスの水をに答えた方がいいかなと思って、ね、なんか事業系の話なのか組織系の話か、それか多分それか本当、YouTube だとか、インフルエンサーとか、なんか、そういう。インフルエンサーだから話は、結構他のところで聞けるあ、そうですか。だから、事業系の話が、事業の立ち上げ、どうやって立ち上げていったかみたいなのが聞きたいって聞いたお、結構大丈夫ですね。うん。組織に関しての話聞きたい。組織どうですか。あ、それはでも少ないですね。ファイナンス、お金の話、お金にまつわる話、あ、ちょこちょこです。事業の方がやっぱ多い。なるほど、はい、じゃあ、どの事業がいいですか。事業っていうか、まあそうですね、事業を立ち上げるというので、大事にしていることとか。でもじゃあ、この後結局お金が生まれてくる。そうですよね。基本だから事業を始めるにあたって最初の段階ではもう本当に一人で全部、結局ゼロから自分が動くことだけでそこを基盤を作っていったわけですよね。そうですね、僕の場合結構特殊かもしれないですね。別にベースの人脈とかも本当になく、はい、今まで登壇されてた人の中でいうと、ね、その共同創業者がいてとか、そうなんです、人は大体何かしら基盤があるはずなんですよ。その仲間がいるのか、その若手起業家であれば、あの VC さんからも、結構話しやすいというか、僕あの、なんですかね、若手起業家部類にもちょっと入りづらかったんです。あ、そうなんですか。ちょっと年齢、オーバーエイジ枠的なところあるんで。あ、そうなんですか。でかといって、うん、今までやってたことと関係ないんで、こいつなんだろうっていう、あ、まあ、でも説明に結構苦労するというか、感じだったので、ちょっと今までの多分登壇者の人と多分だいぶハードル高いところからスタートしてるんで、多分皆さんに多分勇気を与えられるかもしれないですね。本当ですよね、はい、ゼロベースで本当に、はい、ゼロです。一人でやりだし、はい、ゼロです。そこはだから、まあ、行動力、まあ、大量行動というか、はい、それとあとさっきもちょっと名前が出ましたけど、まあ、その大人の人たちを引きつける魅力っていうんですか、はい、そういうところはありましたよね。そうですね、なんか説得力っていうのは3つかなと思ってまして、すごく大事なんですね。まあ、1つはその、まあ、そのおっしゃったとおり仲間を作る力っていう、その、まあ、それは投資家サイドもそうですし、僕の場合だとインフルエンサーとかもそうですし、クライアントとか、あとまあ仲間ですね、その従業員とか、そこが大きく40分、うん、まあ、仲間を作る力っていうのはまあありますね、はい、それが一つです。で、あともう一つは、やっぱりその、まあ、コミットというか、うんうん、そうですね、覚悟、めちゃくちゃその努力というか、努力って言葉で片付けられるのか分かんないですけども、人より人の何倍もやるっていう、はい、努力すると
で、あともう一つが、最後のもう一つが、やっぱ結果出すってことですね。まあ、当たり前なんですけど、で、まあ、結果出すっていうところで言うと、やっぱりその一つ一つがやっぱりその問われてくるなというか、今後に問われてくることだなと思ってまして、結構小さなことも、ないがしろにしないというか、必ず結果出すということは心がけてまして、その誰に対しても、そこはすごいこうちゃんとやってたからこそ信頼があったりとか評判になって他の人に広がっていくみたいな、初めはちょっと小さな広がりなんですけど、ちょっと小さなことやっていくと大きな、そうですよね、になってきたから、なんでまあ初めの成長こうなんですけど、こういうふうになってきたから、まあ、結果を出すっていうのはそれがすごい重要だったなと思いますし、その努力っていうところは結構ですね、ワークライフバランスですね、ちょっと結婚するとかあるかもしれないですけど、はい、特にやっぱり従業員というよりはまあ創業者なんですよ、創業者圧倒的に努力することが大事かなと思ってまして、それどれぐらい の視座でどれぐらいのものを目指すかっていうことにもよるんですけれども、まあ極端に孫さんとか、日本電産の長森さんとかもめちゃくちゃこう努力をされてるわけじゃないですか、ドリストアスというか、まあ彼は頭もいいのにその努力もめちゃくちゃやってる中で言うと、自分は別にその器用だと思ってないので、その不器用 でなのに努力もしないってなると、これ何が残るんだと、はい、まあ、少なくとも、まあ、1人やっぱその何倍もアクションしてやっぱ何倍も考えなきゃいけないし、その四六時中その飯食ってる時間も寝てる時間以外はやっぱり考えてやっぱ何かしらやってるっていう状態、はい、常に多い状態ですね、プライベートがあって、はい、プライベート仕事はもう一致してる状態っていうのはやっぱり重要ですよね。で最後その仲間を作るっていうのは、まあ、これちょっと連動してるんですけど、結果もですし、努力もしてる姿もそうだし、そうですね、こう可愛がれるっていうか、ですね、はい、で可愛がられるし、きっと頼られる、はい、なんかいけてる感じがしますけど、いや、まあ大事ですね、ね、いろんな側面で、はい、なので僕の場合だと、まあその、まあ、株主、まあ、投資家、インフルエンサー、クライアント、従業員って、まあ、それぞれに対してのやり方が結構違うなと思って、あ、そうですか、まあ、ちょっと言語化はその体系化はちょっとまだできてないんですけど、まあ、極端な話その、まあ、さっきの投資家サイドの話だったら、僕もやりながら結構自分の能力も目覚めていったりしてたんですけど、そうですよね、例えば投資家サイドに行ったら僕アンダー30の枠にこう入んなかったりとかしてですね、でこう若手企業家だと必ずまず話を聞いてもらえるって状態が作れるんですけど、その作れないなと思った時に初めモノマネで行ったんですよ、なんかそのモノマネで結構受けたって思って、でそれで結構受けたんで、なんかそれで重宝されて、そっからこうなんか話をまず聞いてもらえるようになって、で、あ、国光さんとかなんかいろんな人の企業からモノマネで受けたって、そうなんですね、まあ、僕従業員問わずいろんな人のとなんか知ってる人の今やっているいやいや、ちょっとそれはですね、ちょっとめちゃめちゃなるほど、それはですね、ちょっとまた知ってる人がいます、はい、全国ネットワークというか、まあ、世界的なちょっと外れたんですけども、はい、結構バズったりしてですね、へぇ、で、まあ、そうするとみんな知ってくれてるんで、あ、レミさんの名前の人だよねみたいな、でとりあえず会ってくれるようになって、で、へぇ、あ、面白かったよあれみたいな、はい、で、何やってんだっけみたいなところから話し合って、そこからは真剣勝負で、で、まあ、それはまあ一つの例なんですけど、まあ、その要所要所でいろいろ考えながらですね、自分のネックなポイントがあれば、じゃあそれをどう乗り越えてやるかっていうのは結構、ね、あの手この手でいろいろそう一、回ブレイクスルーしたらそこでどう広げていくか、そうですね、初めクライアントさんを獲得してくるっていうのも、
まあ、インターン生に選ぼうと教えまして、初めケンタッキーで、あの僕のスカイプの電話番号を教えてたんで、なんか企業さんから番号を話すんですけど、表示されず、音楽とかになったりするんですよ。あ、多分企業さんからするとケンタッキーみたいな。で、あの、なんか言われても、なんか言われるんですけど、言われるんですけど、いいか質問しろと。なるほど。っていう感じだったんですか。でも、じゃあ今の、ライフスタイルってどんな感じ、今ね、オフがないってことだったんですけども、はい、朝、出社するんですか、毎日は。でも出社します。出社して、はい、そして、どのぐらいまで大体いる感じなんですか。ご結婚されてらっしゃるんですか。してないです。してらっしゃらない、はい、で、サボ集中です。はい、じゃあ一人暮らし で、はい、で、まあ、帰ってくるのって何時ぐらいですか。帰ってくるのはまちまちですけど、大体0時、まあ、20時くらい。社内ではどういうことを主にやってらっしゃるんですか。大体その、まあ、1日の時間でいうと大体8時とかぐらいから8時とか8時半遅くと6時にはミーティングがスタートしてて、はい、1時半くらいですかね。大体その日中の時間何かしらで埋まっちゃうんで、で、まあ従業員、まあ含めその埋まっちゃうんで、大体その朝だったらみんな確保できるので、うん、役員じゃ必ずその朝いるんですよね。なんで8時ぐらいからミーティング入って、で、大体その定例のワンオンワンですね、その責任者クラスっていうの役員とのワンオンワンで、大体3割ぐらいの時間使うんですね。で、あとは僕のやつはアライアンスとか、その非連続的な事業、事業とマッサージ事業に行くと、その事業で行くと、その非連続的な成長のためのアライアンス内緒の選手で資金調達するが、まあ、3、4割、はい、採用が今2割ぐらいと、まあ、あと広報ですよね、はい、まあ、こういった場合もそうですね、広報1割ぐらいとか、まあ、それはっていう感じなんですかね。であとはまあ海洋は会社とかが、まあ、多い場合は1日3件ぐらいとか、ぐらいとかもあるし、ああ、そうですね。そして、もうそろそろ時間になっちゃうんですけども、はい、なんかオンラインで来年くらいに、はい、去年のインタビューかな、はい、で来年くらいに上場したいっていう話とかがあったんですけど、はいはい、今後どういう形でビットスター展開されている予定、どの辺まで見て何年後くらいまで見てらっしゃるんですか。何年後かですね、難しい質問なんですけど、まあ、どれぐらいの解像度で、はい、すごいスピードで、まあ、ちょっと情報としては1600の3年ぐらい 1600% ぐらいの成長率を誇っていていらっしゃるんですね。で、それでデロイトでもそういうデロイトのファースト成長率の高い人たちに会社に送る入賞されたりとか、もうすごい勢いなんですけども、ですね、まあ、ちょっと見えるところをどこまで見る、見てるのはその結局その最近 M&A する会社とかもすごい多いんですけど、まあ、僕自身が M&A させていただくことがあるし、あとはその企業家として M&A その売る方の人たちもすごい多いと思うんですけど、私はやっぱりその産業とかやっぱ文化とかを作っていくって観点で考えると、やっぱりその1000億とかやっぱ1兆とか、まあ、それぐらいの規模の売り上げの会社にしていかないといけないと思ってるので、はい、僕自体はそのバイアウトみたいな考えてませんと、はい、でやっぱりその今の会社でやっぱレバレッジをかけてどんどんそのやっぱりできること課題を解決できるそのレイヤーっていうのをどんどん大きくしていきたいなというふうに思ってまして、まあそのスケール感でいうと、やっぱりその10年で100億の売上げ、次の10年で1000億、次の10年で1兆円っていう形の、まあ、スケール感を考えてまして、なので今後5年、あと5年ぐらいで、まあ、大体10年経つので、まあ、そのぐらいには100億ぐらいの売上げは使って考えていきたいなっていうスケール感で考えています。で、やる領域に関してはその産業とかやっぱ文化新しく作っていくっていうことを掲げているので、これはまあインフルエンサーに関して言うとコンテンツ産業、これはコンテンツ産業の中で言うと広告プロダクション、またコンテンツ制作とか
まあ、そこで言うと12兆円なんですけど、まあ、そこもこう10年間でやりつつ、次のまあ10年、またその次の10年で、まあ、新しい産業っていうのもやっぱりどんどん生まれていくと思うので、そこに対して僕らもその、まあ、このコンテンツ産業にこだわらずその新しい産業っていうのを生み出していく会社になっていきたいなと思います。極端な話、僕の強みで言うと、まあ、リアルからその、まあ、全く関係ないその広告とかプロダクションとか分からないなりに、制作とかプロダクトを作ってきたということがあったり、まあ、学生時代 AI とか VR とか勉強したので、そういう意味ではゼロで何かを生み出すということは得意かというふうに思っているので、まあ、また違ったその次の大きなトレンドが来た時にもチャレンジしていきたいなという思いを思います。もうすでに現在ね、もうすごいスピードでいろいろな事業が展開されているところなので、そういう意味ではそれをどんどんスケールしていくっていう感じです。もうやってらっしゃいますもんね。あ、そうですね、今はその、まあ、インフルエンサーさんを軸にした、まあ、コンテンツ産業の新しいコンテンツ産業を作るメガベンチャーを作りたいなというのは、直近のその10年間のそれにこだわっています、はい、ということなんですけども、まあ、いつもそういう質問もあると思うんですが、ここでも、はい、これから起業したい人に対してのアドバイスをちょっと最後にいただきたいです、ね。そうですね、先ほどの、まあ、ある程度その、結果を出すためにというか、その、まあ、会社としてその成功させていくためには、まあ、僕が別に成功してるというわけで言いたいわけじゃないんですけど、その、まあ、さっきの3つですけど、圧倒的な努力と、うん、まあ、仲間を持っていることと、あと結果を出す、はい、まあ、絶対要求できない、うん、まあ、その3つを、まあ、しっかりこうやりきるという、まあ、大前提めちゃくちゃ重要なんじゃないかと、うん、まあ、そうですね、結婚する前にそれができるかっていうところですかね、はい、はい、ということで以上でインタビューの方を終わらせていただきますが。Welcome to the Startup Grind.